大谷翔平の汗が染み込んだ着用生ユニフォーム、1700万円で落札。コネオリーグエンゼルスの大谷翔平投手がワールドベースボールクラシック WBC で着用していた日本代表侍ジャパンのユニフォームのオークションが米東部時間7日午後8時日本時間8日午前9時鍵に締め切られ、12ヨロズ6110ドル約1700万円で落札された。MLB 公式オークションサイトに今回入札されたユニフォームは、大谷が1次リーグオーストラリア戦で着用したもの。東京ドーム中間にある自身の姿が書かれた看板直撃の特大ホームランを当てた一戦での興奮が蘇る一品だ。4月28日から始まり、日本時間6日には7ヨロズ4030ドル約998万円と1000万超え目前となっていたが、その後も入札は続き、驚異的な金額での決着となった。やだ。1700万あったら丸太小屋建てられるやろ。落札者腰の炎を燃やしてそう。興奮が蘇る意味深。ちなみに大谷のロッカーネームプレートは1555万円。これはよくわからん。湯にはわかるけどこれは理解できんわ。触るものが全て黄金に変わるギリシア神話みたいな話。大谷に狂わせられる男多くない？将来鑑定団みたいな番組に出せるからな。安すぎない？ユニフォームとしては高いかもしれんがそもそも値段つけられないやろ。こういうやつが勝ってるんやろな。大谷は地球上で最高の選手になる。明日の試合には来るつもりがなかった。大谷が先発と昨日の夜に知ったから、明日も見に来るよ。彼を愛しています。唐突な告白。タッチの告白シーンみたい。大胆な告白は女の子の特権。こいつガチで大谷のファンよな。インタビューしてるときすごいファンの顔してた。丸太小屋本部日本支部レッツプレイ白信。